グリフィス・ラザ・フォードは18世紀アメリカの軍人であり、ノースカロライナ州の政治指導者である。南西部領土とテネシー州の初期の歴史で重要人物だった。マーフリーズボロにあるグリフィス・ラザ・フォード記念碑フレンチ・インディアン戦争の時にイギリス植民地民兵隊の隊員となった。1775年にアメリカ独立戦争が始まるまで民兵隊に、 勤め続けており、独立戦争では、ノースカロライナ民兵隊に入隊して大佐になった。1776年5月には、ソールズベリー地区民兵隊の巡庄に指名された。西部フロンティアで、チェロキー族インディアンに対するチカマウが戦争の初期段階に参戦した。1780年6月、ラムサーズミルの戦いで、ロイヤリスト部隊を破った時は一部貢献した。 1780年8月16日のキャムデンの戦いに参戦し、イギリス軍の捕虜になった。1781年の捕虜交換で釈放され、その後はチェロキー族のチカマウガタイへの攻撃などいくつかの作戦に参加した。ラザフォードはアイルランドの生まれであり、18歳の時に両親とペンシルベニア植民地フィラデルフィアに移民してきた。 1753年、ノースカロライナ植民地、ローアン郡に移り、そこでエリザベスグラハムと結婚した。町の活動的な一員となり、多くの公職を務めた。ノースカロライナ州議会の両院で議員となり、また、州知事にも立候補したが落選した。反連邦党の運動では推進者であり、1794年には、 南西部領土立法議会議長に指名された。テネシー州サムナー郡に引退し、そこで1805年8月10日に死んだ。84歳だった。青年時代についてはあまり知られていない。1721年あるいは1731年のどちらかにアイルランドで生まれた。父のジョン・ラザフォードはスコットランド系アイルランド人であり、母のエリザベスは ウェールズ出身だった。18歳の時にフィラデルフィアに移民してからの記録が残っている。両親はアメリカへの高校中に死亡し、しばらくは親戚の農園で働いていた。その時に測量法を習った。1753年頃、ノースカロライナ植民地、ローアン郡に移り、ソールズベリーから約7マイルにある土地を購入した。 これは1750年代にラザフォードが購入したいくつかの土地では最初のものだった。翌年、隣人の姉妹エリザベスグラハムと結婚し、10人の子供を設けた。息子の一人ジェームズは、後のアメリカ独立戦争で勝者となり、優等ーースプリングスの戦いで戦死した。ラザフォードはダニエル・ブーンの友人でもあり、 ブーンとは何度か、狩猟や測量の遠征に行った。住んでいた町では、次第に活動的になっていった。1766年には、ノースカロライナ議会議員となり、1767年から1769年には、保安官と治安判事、さらに税徴収官を務めた。フレンチ・インディアン戦争の1760年に、 軍人としての長い経歴を始めた。この戦中に、いくつかの戦闘や小競り合いに参戦した。中でも、デュケーヌ取りの戦い、ドブストリ出の戦い、アパラチア山脈南部で、チェロキー族に対するジェームズ・グラントの作戦があった。その終戦までに退位になっていた。1769年から1771年には、 夜直しの戦争で反乱側に対抗する側につき、最後はアラマンスの戦いで地元民兵隊を指揮した。その後、ノースカロライナのセーラムに引退し、通風の激しい発作からの回復に努めた。1775年に始まったアメリカ独立、戦争ではローアン軍安全委員に指名されたことに続いて、ノースカロライナ民兵隊で大佐として参加した。 その年を通じて、ラザフォードの連帯は、サウスカロライナ後輩地にいる、ロイヤリスト集団の武装解除と解体に貢献した。中でもインシックスにおける、スノーキャンペーンでの働きが著名である。1776年4月4日から5月14日、ハリファックスで開かれた第4回植民地会議には、ローアン軍代表として出席した。この時、 ノースカロライナ憲法草案の作成に寄与し、ソールズベリー地区巡省に昇進した。会議の後の夏に2400名の軍隊を立ち上げ、イギリス軍と同盟して、西部フロンティアの開拓者を攻撃していた、チェロキー族に対する作戦を実施した。ラザフォードの連隊は、7月23日に幕が閉、トリデで、ジェームズ・マーティン及びマーティン・アームストロング各大佐の、 指揮するギルフォードとサリー各地区連隊と落ち合った。そこから、この三個連隊は、スワナノアギャップを抜けて、ブルーリッジ山脈を進み、ホミニークリークの谷を通り、ピジョン川を渡った。続いて、現在のウェイエンズビルの町近くで、リッチランドクリークを抜け、タッカシギー川を、あるインディアン集落近くで渡った。さらにコーギャップに向けて進軍し、そこで、 チェロキー族の部隊と小戦闘を交わし、ラザフォード隊員の一人が負傷した。その戦闘後、オーバーヒルチェロキーのミドルタウンズに進み、そこで9月14日にサウスカロライナのアンドリュー・ウィリアムソン将軍と出会った。ウィリアムソンも同様な任務で来ており、直ちにノースカロライナの3個連隊に合流した。4個連隊となった、この軍隊は谷の町エディジェイや、 和刀が集落の南近くで敵対的インディアンと小勢リアを演じた。最後はインディアン部族を服従させた。この遠征での被害はラザフォード連隊の3名が死んだことだった。しかし、インディアン側の被害は深刻だった。遠征の終わりまでにインディアンの町36カ所を破壊し、かなりの広さのトウモロコシ畑を台無しにさせ、インディアンの牛の大半を追い散らした。 その後ラザフォードは同じ経路をたどって故郷に戻った。10月にはソールズベリーに到着し、部隊を解散させた。イギリス軍の戦略家は南部植民地、特に人口の少ないジョージアを最も脆弱なものと見ていた。南部ではチャールストンなどの開拓地で独立戦争初期に愛国者軍が勝利していたが、1778年に 始められたイギリス軍の攻勢の目標にされた。ノースカロライナのリチャード・キャズウェル知事はこの脅威を認知し、即座に民兵隊の集結を命令した。ラザフォードは1776年にソールズベリーに戻って以来、ロイヤリストを監視していたが、10月にこの命令を受け取った。キャズウェル知事とラザフォードは11月25日にキンストンで会見し、 ラザフォードの任務について詳細を検討した。確かにニューヨーク市からイギリス艦隊は向かってきており海岸部の重要都市は大変な危険にさらされていた。ラザフォードは部隊を編成できたので12月初旬にはサウスカロライナとの境に進んだ。翌月、ジョージアのサバンナに近いサウスカロライナのパリーズバーグに作戦本部を設立した。 2月までにサバンナとオーガスタがイギリス軍に占領され、ラザフォード隊の位置づけが著しく弱められた。ラザフォードは部隊をオーガスタ近くに移動させ、3月3日のブライアクリークの戦いでは、ジョン・アッシュ将軍の部隊を支援した。兵士たちの徴兵期限が間もなく切れることになっていた。ラザフォード隊の大半は4月10日までにノースカロライナに戻った。 1780年にチャールストンが失われたことは愛国者側にとって大きな打撃となり隣接するノースカロライナにも著しい脅威になってきた。徴兵期限が切れたために適切な防御を行えない状態だった。ラザフォードはこの危機に直面してサウスカロライナに残っていた兵士を呼び戻しソールズベリーからの兵士全てにシャーロット近くでの集合を命じた。 6月初旬には900名の兵士が集められた。ラムサーズミルの戦いシャーロットで兵士を集めた後、ラザフォードはロイヤリストが現在のリンカーアントンの近く、ラムサーズミルで武装して集まっているという情報を得て、土地の役人たちにそれらが大きな脅威にならないうちに解散させるよう命令を出した。ローワン軍とメクレンバーグ軍からの兵士を集めた後、 それらの兵士をカトーバ側まで移動させ、6月19日に、タッカシギーやサセで川を渡った。ローワン軍のフランシス・ロック大佐には、ラムサーズミルから約16マイルのカトーバ側の、支流近くで落ち合うよう伝言を送った。ロックは400名の物体を集め、マウンテンクリークで宿営しており、そこは、ラサ・ホードのいた位置から35マイル離れていたが、ラムサーズミルまでの距離は、 ラザフォード隊とほぼ同じくらいだった。ロックとその士官たちは、ロイヤリストが勢力を得て、十分戦えるようになるまでに、ラザフォード隊と合流するのは二つの隊の間の距離と限られた時間を考えれば、現実的ではないと判断した。よって、ロック隊は即座にロイヤリストの陣地を攻撃することに、した。ロックの部下の一人、ジョンソン大佐がラザフォードに午後10時までに、 新しい状況を知らせてきた。ロック隊は6月19日午後遅くに宿営地を離れ、6月20日、早朝にロイヤリストの陣地に到着した。愛国者隊はロイヤリストを吸収した。ロイヤリストは当初当惑し混乱していたが、ロックの騎兵隊に発砲して反撃し、騎兵隊は後代を強いられた。愛国者隊は最後はロイヤリストを その宿営地まで交代させたが、ミルのある小川の対岸に再集結しているのが分かった。この時点でロイヤリストから即座の攻撃が予測されたので、ラムサーズミルから6マイルまで来ていたラザフォードに、すぐに前進するよう伝言が送られた。ラザフォードは、ラムサーズミルから2マイルで、ロック隊に返し、そこでロイヤリストが相対客に移ったことを知らされた。 キャムデンの戦いサバンナとチャールストンを失い、バックス法の戦いで敗北したことで、南部の大陸軍は事実上駆逐されていた。州の守りを担当するのは、地方の指揮官が率いるゲリラ的な多くの民兵中隊のレベルになっていた。軍隊がいなくなったことに反応した大陸会議は、サラトガで功績を挙げたホレイショゲーツ将軍を派遣し、 シャーロットで大陸軍を立て直させた。ゲイツはその士官たちの助言に逆らい、またその部隊の実力を知ることもなく、7月27日に4000名以上の部隊を率いて、サウスカロライナに進軍した。ゲイツは交差点の町キャムデンを占領するつもりだった。ここを抑えれば、サウスカロライナの後配地を支配する。 戦略的な地点を掴むことになるはずだった。そこに1000名の兵士と共に駐屯していた、ロードン教は8月9日に、チャールズ・コーンウォリス将軍に、ゲイツ軍の動きを伝えた。コーンウォリスは8月13日までに遠兵を率いて、キャムデンに到着し、イギリス軍の勢力は2000名以上になった。戦闘は8月16日夜明けに起きた。ラザフォードは、 他のノースカロライナ民兵隊と共に大陸軍の中央に陣取った。この戦闘の間にラザフォードは負傷し、イギリス軍の捕虜になった。その後フロリダの戦闘ガスティンにあるサンマルコス・トリデで10ヶ月間拘束され、1781年に捕虜交換で釈放された。ラザフォードは釈放された後、1781年9月にソールズベリーに戻り、 自家がイギリス兵によって荒らされたことが分かった。1781年の夏にその家族と短期間再会した後、1400名のノースカロライナ民兵隊の指揮を取った。新しい民兵を訓練した後、ロイヤリスト民兵や町を容赦なく攻撃し始めたとされている。このことは上官であるグリーン将軍に送られたいくつかの報告書によるものである。 このことはグリーンを大いに失望させ、そのような行動は多くの人々をロイヤリスト側につかせるだけのものであり、別の戦略を考えるべきだとラザフォードに伝えた。これら報告書は後に真実ではないことが分かった。ラザフォードは小さなロイヤリスト民兵隊からウィルミントンのイギリス軍宿営地と、 周辺民兵隊に標的を変えており、ラフトシッチのロイヤリスト対攻撃から始めた。10月と11月、ラザフォードはロイヤリストをウィルミントンに追い込み続け、最終的に死を囲み、イギリス軍の通信線と供給線を立つことに成功した。イギリス軍の指揮官、クレーグ少佐は間もなくヨークタウンでコーンウォリスが降伏したことを知らされ、 ウィルミントンの自部隊も慌てて撤退させた。1782年、ラザフォードはウィルミントンでの成功に続いて西部で近マウが族と再度戦った。7年前に辿ったのと同じ経路を進んだ。その道には兵士たちが印をつけていた。この作戦について文書になった記録は残っていないが、最終的には成功だった。1779年、 ラザフォードは、ノースカロライナ州上院議員に選出され、1789年まで、勤めた。州評議会に勤めている間にロイヤリストの土地の返還に反対し、その没収を支持支援した。1783年には、州、新たに提案されたアメリカ合衆国憲法の全国的な議論の中で、反連邦等の動きに熱心だった。 1788年にヒルズボロで開催された憲法批准会議では他の反連邦主義大議員と共に憲法の批准を保留した。その条項のいくつかについて異議申し立てができるかを尋ねた。各条項はここに異議申し立てが可能であったが、連邦党のサミュエル・ジョンストンなどからの反対があったにもかかわらず、ラザフォードはこの会議であまり発言しなかった。 最終判断は憲法の批准に反対することであり、そのために上院の議席を失うことになった。しかし、仲間内でのその評判はあまり影響されず、周評議員に選ばれた。ラザフォードはソールズベリーにあった領地700エーカーと引き換えに、ワシントン地区の1万3000エーカー近い土地を手に入れた。これは、 大陸軍の兵士のために政府が払い下げた土地だった。1792年9月、ラザフォードは家族や8人の奴隷とともに現在のテネシー州サムナー郡にある新しい土地に移転した。その2年後には南西部領土の評議委員会議長に指名された。1805年8月10日、テネシー州サムナー郡で死去した。 次の場所はすべてグリキスラザフォードにちなむ命名である。ありがとうございます。